はい、お疲れ様です。再開しました。皆さん楽しんでくれてるでしょうか。FT10 もですね、早いもんで7試合目ですかね。あ、はい。あと今この休憩中もですね、ビッツもサブスクもたくさん来てるみたいなんで、本当にありがとうございます。励みになりますし、力になります。あとさっきね、ご紹介させてもらったオタクのヤドカリさん、まあ不動産屋さんなんですけどね、もし引っ越しとか考えてる方がいたら、ぜひぜひニュートンの宣伝見ましたとか言えば何かしてくれるはずなんで、よかったら声かけてみてください。それじゃあね、僕も、まあ、これも超楽しみだった試合ですね。ついに登場で TM 神ってことで、はい、それじゃあね、試合の方行きたいと思います。じゃあ選手2人、お願いします。はい、ということで TMVS 風呂ということでね、まあ、最強9対最強ヤンの対決を、これからお届けしたいと思います。じゃあ2人にはお名前と意気込みちょっとお願いします。皆さんこんばんは、 TM です。まあ、9ってことで、まあ、最強の9の、まあ、まさく見たかった人もきっといるかと思うんですけども、まあ、最強の代わりに今日は最高の9を見せられればと思いますんで、10本きっちりと画面の方、まあ、見といてもらえればなと思いますんで、頑張ります。こんばんは、フロです。今回の10先決まってからすげえ久しぶりにサード再開して、9戦だけは本当にやった上で、多分ヤンキューで最終的にもうこの形じゃないかなっていうところまで詰めたんで、はい、マサの魂は僕の中にいるので、はい、しっかり見せていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ準備お願いします。まあ補足なんですけどね、マサ君っていうのは名古屋でね一番強い9のプレイヤーなんですけど、まあ風呂もわざわざ名古屋でまで行ってマサとスパーリングしてきたらしいんでね、まあ本当にすごいやる気だなっていうのを感じさせてもらいましたし、まあ対する TM もですね、まあキャラクター的にはまあちょっと不利だとは思うんですが、まあ9というキャラクター見せてね、プレクーペレーションカップなんかでも数年前か決勝トーナメントまで9チームを連れてった男ですから、本当に楽しみです。じゃあ見ていきたいと思います。実況解説に関しては今回は黒人と国にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではね、9対ヤンということなんですが、はい、弱い9と言われてますが、はい、このヤンと戦うときは実はですね、9はいけるキャラでございます。実はと、じゃあ準備ができたようなので、じゃあ早速参りましょう。はい、ストリートファイター3サードストライクスペシャル FT10 ラウンド2風呂対 TM、 いってみましょう。いや、始まりましたね、国立さん。始まりました。 1P ヤンが風呂、はい、2P9 がチームと TM9 なりました。なりました。マサというね、名古屋の9とやったらしいので、ね、はい、風呂が、はい、かなり9戦は得意。あ、これ3回、これ PA ですね、はい、9というキャラ弱いんですが、まずこの PA という特殊技、特殊個人行動技をやるとですね、5防御力が増えるんですね。そうですね、はい、3回やるとマックスまでいくので、はい、3回先にやりたいですね。やりたいですね、はい、いかに PA を決めるかが勝負の分かれ目と、勝負の分かれ道になると思います。なりますね。そしてこの9のこの移動投げというあるんですが、はい、この投げがですね、ヤンの大体その攻めの連携に大体割り込めてしまうんですね、はい、なるほど。大体割り込んでしまうので近づいたら全部この移動投げを使ってしまうという、まあ肘ね、で近づいたら、はい、中継が、中継に対して、ヤンは、勝てることが差し返しの EX 走力くらいしかないので、ないと、なかなかめんどくさい。でじゃあ上から行こうかなというと、垂直ジャンプのジャンプ台形が、はい、9の垂直ジャンプの台形がヤンの行動を大体潰してしまうということで、あ、なるほど。ということは、はい、そこまでキャラ差ないと。ないんですね。この9と言ったら弱いんですが、ヤンに関しては意外といけているという。あ、今出ましたねこれ。今出ましたね、屈伸下から、はい、投げ抜けをして投げ抜けを持って筋中継を組むと。そうです。9というキャラがそう特殊です。下振ろうする、下振ると屈伸と言われるんで、下振ろうするとね、はい、投げ無敵がつくんですね。付与されて、なぜかつくんですね、はい、その間に投げに行ったら筋中継で割り込んでしまうという、はい、なんでこういった1点突破で体力もめちゃめちゃ減ってしまうので、9、うんうん、側も全然できるんですが、ただ画面端に関してはですね、ヤンモ側もかなりやることがありまして、そうですね、 EX 走路を当てると EX 走路から EX 走路、弱走路、強走路、強走路、強走路という、もう EX をゲージを1個分回収するぐらいの
あのコンボ伸びるコンボがありまして3割5分ぐらい減るんですが、はい、それを決めればヤンガもかなり勝機があるという3割5分とは大したものですね。ヤンというキャラがやはり火力が低いというのが弱点一つあるんですけども、はい、それをカバーできるほどの火力があるという画面端ならばいけるということですね、はい、なので近づくのはしんどいですが近づいてこの画面端まで行けばなんとかいけると。ただやはりこの SA に腹部がたまりますとそうです、ね、こっからディスクリタンが共に合わない置き攻めは出ましたね。置き攻めで下風呂して投げ無敵見せますね。立ち投げを潰すという投げ暴れを潰すすごいですね今ですね。基本的に投げ式を誘うってやっぱ下がったりだバックステップなんですけども、はい、この Q というキャラはそれがまだ性能が低いので、はい、相手屈伸をして投げを誘うと投げ無敵を作るというすごいですね。これはちょっと初めて見ましたね。これはしかも1試合に2回も見れましたね、はい、マサもこんな展開は作ってないんじゃないでしょうか。これはさすが最高の Q の最高の Q はいこれはすごいグラップしてグラップそうですね。これ基本的にグラップで全部暴れられてだいたい隙間は暴れてしまうので、はい、今のは2回ガードして、はい、おお出ましたね。突進入れ替えるうまいですね。あれもかなり難しいんですよね。難しいんです。知らないです僕やったことないね多分むずいでしょう。ため技がやっぱりそうですね。うわー突進弱突進確認するんだ。確認ですか。あれなんか確認が12フレームって言われてるのでいやもう人間じゃ不可能レベルかなり難しいですね、はい、それを実現していくのがやはりこの男 TM というわけですね。あ、これですね。ジャンプ中継とかジャンプ台系で、はい、基本的に飛びコードは全部潰していく。で、立ち中継であっち行けという、はい、ちょっとフローが近づきにくいですね。こうやってね、ブロッキングしてもあんまり確定はございませんので。ですね。なんかかなり繋げにくい印象を受けますね、はい、Q というキャラで。そうすると移動投げで入れ替えられて、はい、置き攻めされてしまう、端攻めされてしまうという投げですね、やはり。そうですね。うまい空中でジャンプ台を置いてきましたね、フローも入れ替えてます。さあ、ここでイエクストロだ。イエクストロ、さあ、ここからですね。さあ、出ました。ジャックトロ強トロかなりのダメージ。はい、さあ上から行くフロリードを取ったんでね。ただ端でこのも殺し切りたいですね。ですね。危ない。ここでうまいダイバー。さあピオリスンが来ました。ただこれ腹部が溜まっているので、いやーバックジャンプすごいですね。前ダッシュして、はい、今垂直ジャンプやってるじゃないですか。TM リードやってました。反応してましたからね。マジっすか。恐ろしい。飛びって分かったんでしょうか、まあ、これでかいですね。隙間入って当たんなかったんですけど反応は素晴らしいですね、やはり TM やばい。あ、これは痛いね。跳ねますよ。これ痛いです、これ痛い、はい、痛いです、これ3割5分ですね。すごい、安定してますね。安定してますね。さすがです。あのかなり難しいです。あーっと、ここでキックから含むドスンコから PA2 回挟みました。そうですね、PA2 回をセレクト。さあ、体力差がこれで広がるという意味合いですね。はい、硬くなるので。これかなり急ペースですね。そうですね、あの、第2に出してるブロッキングうまいですね。 TM 仕上がってますね、これ仕上がってますね。自分のボール力があるので、はい、食らっても大丈夫ということで、かなり強気にいけると、はい、前ダッシュで強気にいったところ、いい加減にしようといった EX を目指してバックジャンプ、バックジャンプと、ちょっと TM これ仕上がりすぎじゃないですか、はい、これ、作ってますね、体ね。ですね、最高のキュート、これ、共鳴、ね、共鳴、懐かしいですね、共鳴、触れ合えば、懐かしいですね、懐かしい、国人さん。その時もなんか握ってましたよね、マイク。僕握ってましたね、共鳴とか言って、 TM のために共鳴とか言ってましたね。懐かしいですね。すいませんでした、その説は。いや、いいんじゃないでしょうか。さあ、ただこれで終わるものじゃないですよ、フロさんも。フロ側は攻め継続として、あのスタンチをどれか稼ぎたいですね。そうですね、あのタイルゲージの赤いやつをマックスにすればスタンチでボーナスダメージが狙えると、ね、ちょっと当て方もいいんですけど、弱投路から強投路強投路大パンチもいけるんで、最後大パンチもいけるんで、それできる。わー確認国さん、これも多分13、14って言われてますね。14です。14ですよね。14で確認ですよ、はい、すごいですよ、人間の限界、はい、僕はできません、ちなみに。私もできません、無理です、はい、うまい。その捕獲の隙に EX です、割り込んできましたね。ただ暗い判定が特殊ですかね。なんか繋げにくいですね。そうなんですよ、軸が後ろにあるので結構ヒットが当たりにくいっていうか。さあ空対空制して、そうですね。さあ嫌がらせですね、飛ばせない。あれ円柱系強いですかね、やっぱりね。そうですね、だから要するに端で移動投げされない位置でずっとキープしてると、はい、多分ヤンガーもかなりやれることがある、うんうんうん、ああ、さあうまいっすね、ここから捕獲。さあダメージと PA と PA とさらにゲージが捕獲がうまいっすね、ドアンって弱投路から強投路強投路、大胆な歩き投げ、はい。あとは歩きの速さが全然違いますので、はい、ヤンはそこを揺さぶって勝ちに行く。そうですね、全キャラ中2番目の移動速度が誇りますね、はい、ヤンはめちゃめちゃ速いです。で、歩いて EX ソロ打っても初流拳とかその別のものが出るわけじゃないので、確かにヤンは結構 EX ソロで差し返しやすいっちゃ差し返しやすい。なるほど、うまいですね。確定か。確定ですね。さあ、ただ腹部が溜まってますね、これ気抜けませんよ、これ、ね、ちゃんと体育してる。もう圏内でしょうか、これ。
あ、これは、あ、これ剣です。あー、またもや14。これ当然のごとくやってますけど、はい、めちゃめちゃむずいっす。ですよね。はい。50くらいも確認しなきゃいけないので。ですね。しかもブロッキングされても、ね、出てしまいますから。恐ろしい男です、ティーム。これはすごい最高の球。これできるだけで話変わってきますからね。はい、本当に。だって置き詰めなんで圧が全然変わりますからね。ですね。でガードしたら下でやはり捕獲も飛んでくると、そうですね、投げも飛んできますんで、両方ケアするのはかなり至難の技、はい、でしかも遅らせ中継とかそのガードジャンプ潰しもちゃんとやってますからね。ですね。さあこれは、いや恐ろしい男ですよ。ちょっと面食らってるじゃないですか。ここまでやるかと。ですよ、ここまで仕上げてくるかと。名古屋のですね、マサトをやってる時はね、はい、かなりいい感じで球戦も仕上がってましたので。なるほど、これは面食らってると思いますよ。それを凌駕していく TM、 しっかり対空、空中に逃げたら緊中継だ対空。あ、後ろ投げしまう。これはだからダメージとスタンチが、そうですね、蓄積して、今のは投げ無敵でしょうか。投げ無敵中でした ね、 ね、起き上がりの6フレームで投げてしまったと。そうですね、重ねすぎちゃった。うわ、緊張系やばれ。うわー、対空早いですね、とにかく、ね、TM の対空、対空も早いですし、上り風呂しっかり入れてるフルもお見事。ねえ、すごいですね。あ、まあ、開幕マイダッシュ、そうですね、強気に、強気ですね。うまい、うまい。近代パンから、これはいけるじゃないですか。さあ、うまいですね。金受け、ああ前方転身、これは最大を決めれば、ただまだ9なので残りますね。そうですね、はい、だから EX ソロにしましたね。あ、ビンタが刺さり、移動捕獲、超移動捕獲ですか。あれが超移動捕獲です、超移動捕獲、バラしていく。さあ、風呂もやり返しまして、そうですね、これで1本取り返す、はい、風呂1TM3 と、はい、あの超移動捕獲もめちゃめちゃ難しいんですよ、はい、あれね、めちゃくちゃ難しいんですよ。普通に入力したら、あれ中ビンタ出ちゃうんですよ。そう、ビンタが出ちゃうんですよね。中ビンタの入力を執行させてから移動投げにするという、そう、移動捕獲、移動捕獲ですね、はい、めちゃめちゃ難しいです。すごいですからね、これ。さあ10先でございますよね、FTK、はい、の話もね、見せるのも大事だと思います。選択肢の一つを見せるのは大事です、長期戦です。攻めすぎだろうという意思はね、伝わったと思います。TM 中段からビンタ、中段も使ってきますか。そうですね、うまい、うまいですね。空対空で避けた時の PA 確定のちゃんとやってますね、隙間ね、開けてね。さあ地上くらい、これはかなり痛い、これはいきますよ。うまいですね、3本入れて、ね、移動投げ、これ透かして本当は中足 EXO とか中盤 EXO 入れたいですね、あのギリギリの前を透かすと、はい、難しいんですけど。さあこれ迂闊にイヤンは攻めれないんですが、行くしかない、行くしかない。対空も見なきゃいけないし、うまい、うまいですね。着地に、着地に、着地に雷撃乗ってきましたね、うまい。さあこれ何も食らえない、うまい、遅らせ、あー、相打ち OK の、まだもや飛んでいるよね。反応が早すぎますね、はい。でしっかり 今の TM の上かったら空中戦に移動きましたね。ですね、はい、意識が致命的なダメージは絶対食らわないので、読み勝てば絶対じゃダメージ差で勝てる、はい、クレバーの戦い方です、クレバーですね。さあ投げて画面端、さあこれはカラクも抜けましたね、抜けましたね、うまいですね。さあここから黒の時間が来るんですが、少しもつなぎ甘いともう、あー、こんな感じですね。一瞬の隙間に、一瞬の隙に投げられたり飛んだりしてしまうので、うわ、歩き中盤ですね。黒もいいですよ、黒も死んでない、死んでないですね、生き生きと。さあこれはうまいこと2段目ですかして、はい、スパコンミスったかもしれないですね。あ、コパンが早い、怖い。さあ置きが的確、 TM 寄せつけない、うまいですね。あ、ビンター飛び、あー、これは大胆な捕獲で、ここで捕獲ですか。これは読めないですね、こんなに通る技じゃないんですけどね、はい、飛ばれた時のリスクも相応にかなりありますし、そうなんですけど、ね、まだ1-4です、 1-4 です。これはすごいですね、フロっつったらもうほぼ最強、ほぼ最強やるんですか。あ、ほぼ最強ですね、現最強やるんですよね、はい、でも10先やりましたけど負けましたね。あ、本当ですか。あの僕有利キャラ使ってました、あの黒人さんが負けてる、あの黒人さんが恐ろしい話ですね。そうなんですよ、しかも有利キャラでむちゃくちゃ強いんですけど、このフロヤンがですね1-4と、1対4でちょっとリードされてる、追い込まれてます、すごい TM。これはかなり見応えがありますね。うまい、これはうまく飛べましたね。そうですね、着地に捕獲を狙ってました、ね、狙ってましたが軌道変化させて透かしました。そうですね、あー捕獲、捕獲いいですね、素直な卓がガンガン来ますね。ですね、やはり次は飛びを潰すという、飛びを潰すと、はい、やはりこれは梅のプレッシャーがあるからこそ固まらざるを得なくて捕獲が通ると、そうですね、はい、いうことですね、はい、やっぱ地上をしっかり技を埋めているので、はい、飛びづらいで、飛んだらちゃんとビンタもしてる、空対空もしているので、すべて TM 勝ってるね、こういう感じでね、裏を取っていくしかないですね。ないですね。
登り風呂、前登り風呂入れてる、そこで登り風呂ですか、うわそこでビンタ置いてる、しかも拾って、さあしっかりクレバー PS でヒヤッとしましたが今、そうですねヒヤッとしました、あそこで PA2 回はもうほぼ厳しいですね、試合が決まると言って過言ではないでしょう、さあ差し越している、ブロッキングして、これはグラップ、はい、あ、すかし壊しですね、うまい、あ新しい選択肢を、はい、選択肢が増えれば増えるほど迷いが出ますので、はい、意識配分がかなり散らされます、そうですね、いいですね、すかし壊しの後は当てからの投げという、いいですね、うまいですね、今キープしてますフロも、そうですね、もういやらしい技、ほんといやらしい技で、もういかないと、もういくしかない、ないですからね、はい、TM が来るしかないので、もうピシピシでピシピシでいいですから、まだこれ決定ではなりませんね、はい、なりません、どう吹き部まで持っていくかといったところで、ジャンプでしっかりと画面をキープと、さあこれお互いにゲージがほぼマックス、はい、当たった時どちらかが死ぬ、いくそう、パナシもありますからね、遅らせでしたね、遅らせる、うまい、確定確定して EX、 EX ジャックトロ、強トロ強トロ強トロ、さあ減ります、遅らせから、遅らせじゃん、おっとちゃんと差し返している、差し返している、ミスにしっかり、おっと どうなってんだ、ぐる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 して、うまいこと逃げた、さあ脱出、うまい、これでフローがフローの時間になりそうですが、逃がさないのは TM、 逃げた、なんとか逃げた、辛くも逃げました、辛くも、はい、さあこれ TM どうする、どういう選択肢、さあこれで圏内ですか、圏内ですね、圏内ですね、中継は圏内です、恐ろしい、突進も圏内、これもう五分じゃないですかこれ、あーっと空中くらい、空中くらい、あー削りですね、上手、今のは惜しかったですね、その要するに圏内だからこそ空中くらいを選びましたね、ですね、フロアはね、空中で食らっとけば絶対発動してくれても全然コンボに繋がらないで、ね、です即死に至らないということで、とっさな判断お見事ですね、2対4と、地上で下手に読み合ってね、突進食らってからブクブクらって死んでしまいますので、即死ですからクレバー、こちらもクレバーの戦い方、さあ2対4全然まあいけるでしょう、わかりません、これはちょっと息を吹き返したというか、うまいですね、バックスで誘って PA すると見せかけて、そして投げる、手前投げに対して着地投げると、あで何もしないんだったら PA 試合を、やはりいかに PA 決めるかっていうのがこの9の課題ですからね、はい、ちょっと遠距離戦のこの読み合いですね、はい、PA させてしまった、これ3回勝ってしまったのでかなり硬い、ただこれで、フロガーですね、スターをさせるというルートありますね、で、はい、勝ちに行く、それしかないですね、あの赤いゲージをマックスにすればスタンゲージということでスタンします、体力ゲージのスタンを、そうだから前方テンション多めになってます、さあリーチ近代版2段目当たらず、さあ空対空制してうまい、ボロボロこれでも死なない。あります。中断。ミス。当たると思わなかったですかね。ヒヤッとしましたね今のは。中断から2で複合が繋がって。あっとこれ。うまいですね、確定。開幕です。PA から PA と。はい。さあ大幅急リードですねこれは。だから山頂稼ぎで。はい。さあ壊しが強いですねあれ。そうなんですよ。かなりの技を止めるので。ダメージは、まありませんし、キャンセルもかけませんので、致命打にはならないんですが、ノイズになりますね。ですね、試合コントロールできます、はい、あれで。さあ、東郷さん、コンボ。さあ、でも端をキープした。黒は下手に、おお、ここで全部いける。大胆な。ってしまうと、端を伸ばしてきますね。はい、ただ、TM の柄硬すぎても全部行かざるを得ないと。そう、うまい今の歩き !18X は、これピオラ、ピオラない。ギリギリピオラない。あ、バックジャンプ。遅らせバックジャンプ投げ。バックジャンプ大パンですね、はい、やはり投げを読んだらバックジャンプ大パンと、はい、いやこれでフローが 3-4 でだいぶ盛り返してきましたね、1ポイント差です、まあ実際ヤンと9は 5.5 でヤン有利と言われてますから、はい、5.5 もうちょびっと差しかありませんので、ね、本当の人間性ので簡単に覆りますね、はい、5.5 ぐらいはだから前方転身をさせて画面中に戻らせて相手のリターンを消すという TM ガード方法をしてますね、はい、ああなるほど、はい、まあ、あえて食らっているとはそうですね、もう前方転身は食らっていいだろうという、うん、画面端の EX トロさんコンボがかなり痛いですからね、痛いですからね、それ食らわなくなるということで、はい、画面中央にいれば安いですから、そうですね、でもそれもフロも気づいて全部でしょ多めになってますね、なるほど、動かねえなら行っちゃうぜみたいな、通るんだったらやるぞと、はい、格ゲーの基本です、ね、そうですね、読み合いガンガン行っちゃってますね、回っております、ここでまたトロさんコンボ決まり、あこれは減る、うまい、埋めていきますね、強気、うーん、やっぱり埋めるというのは意思を感じますね、そうですね、負けてねえぞと、はい、開幕前ダッシュに EX を噛み出します、はい、あーさあ産地が半分見てしまう、体力も4割、
うまし、うまい年、うわ、口が、これはね、これはね、PA 確定なんですね。食うぐらい美味しいですね、かなり。そうですね、うまい、ブロッキングがうまい。それあれね、上りで食らってね、有利なんですよね、球がね。だから移動投げで座ってしまうんですね。あえて食らいに行くという選択肢もあると、はい、だからだ突進で結構 打ちやすいんですね、飛び出したら。で万が一勝つもんなら食うぐらいでまた PA 確定する。そうですね、はい。近代版サフロは何も食らえない。フグが入ってしまったら即 KO。 ただフグも次の時にも貯めときたいですよね。そうですね、気持ち的な貯めたい。だからもうそんなこと言ってられない。これ終わりました。あ、でも EX の方足りない。あー、うまい。あー、出ない。千載一遇のチャンス来たんですが、さすが14フレームですね。CM といえどもちょっとね、いえどもそれ確実ではないんですね。1回くらいミスりますよ。そういうことですよ。そりゃそうですよ。そりゃそうです、14フレですから。人間をやめてませんでした ね。いや逆に安心しました、私。 TM さん人間でした、ええ、さあ、並びました。4対4です。並びました。勝った方が席替えチャンス。さあ黒がねちょっと調子を掴んでますよね。ですね、 TM さんの人読みを結構、うんうん、うまいこと人読みでまた盛り返してますね。やはりフロといえばその対応力に定評があるプレイヤーですからね、はい、長期戦に対してかなり強い。さあ TM もそろそろ違う選択肢を出して、ただ Q なんで違う選択肢あんまないんですよ。そうなんですね、やはりそこが弱いキャラの宿命ですね。引き出しがそこまで多くはないと。そうなんですよ、選択肢がね少ないんですよね。 TM が悪いわけじゃなく Q が持ってないんで、持ってない武器がそこに多くないと。そうなんですよね、最初面食らって結構ポンポンと取れたんですが、はい、もうフローが面食らってませんもんね。安全な位置に今戦ってますので、慣れてきてますね。そうですね、有利フレーム。あ、うまいですね、ここね。確定ですね、後ろからでも確定。やっぱ捕獲はね、かなりスキルでかいので。でかいです。他の駒投げと違ってかなりスキルでかいです、はい、しかもサードストライクというゲームが飛びやすいゲームでございますので、はい、あのブロッキングがあったんで、そうですね、はい、だからね、噛み合っちゃうんですよね。あ、これ入りました。あ、ダーツさん、ゼロドット、逆二択。これはあります。 ありますね、これ届かない。いける、いける、いける。うまい。3回ゼロドット、どうする。いや、ここから。めくりですか、これどっちですか。めくってるんじゃないですか、今。めくりですか、よくわかんないですね。席替えです。いや、これはすごい。いやー、お互いゼロドット痺れましたね、今の意味合い。そうでしたね。しかも今端から、はい、じゃあ中央から端に届いた EX ドローだったんで、ですね、ちょっと難しいんですけど、ちゃんと繋ぎましたね。ちゃんとこれはやり込んでますね。やり込んでますね。あー、これ美味しい。美味しいですね、開幕 PA。 さあ、互角置いてます。はい、沖捕獲です。勝負してますね。さあ、もう捕獲大きさガンガンいきますね、捕獲。フローもちゃんと止めてますね、ピシッとね、はい、フレームで待っています。うまい、対空、選球体。さあ、抜け、ちょっと距離離す。うまい、斉藤朗が差し返し。うまいですね。さあ、パン、ジャンプだけ、ジャンプだけがね。おっと、捕獲はちゃんとガージャン、ガードジャンプで抜けていく。抜けてますね、ガードジャンプ。さあ、これも腹部当たったら追ってしまうんですが、防御テクがすごい。そうですね、逃がさない。あー、ここで、あー、これ逃がさない。こんなこと初めて見ましたね。おそらく9の暗い判定の薄さによる外れ方でしょうか。外れたんですね。ただそこを予測して腹部打ってる TM がやはり毎回ちゃんと打ってるんでしょうね。偉いですね、ただもんじゃないね。えプロゲーマーかっていうぐらいのですね。逃がさないですね。最後まで諦めない、いいですね、姿勢。やはりそういうところ詰めていかないとこのキャラでは勝てないと。そうですね、いうことでしょうか。佐藤さん、佐藤さん、2体の入りました。ギャップ決めて、うまい。そんなに見えないところ。おお、これもキッチンって EX ピッター。これも確認してるんですか、小泉さん。いや、入れ込みだと思います。入れ込みですか。ですよね。入れ込んで黙れと、いい加減飛ぶんじゃねえという、いうことですね。入れ込みだと思います。あれ確認できるんですか。いや、あれは無理じゃないですかね、人間では。近くにも多分できないと思うんですけどね。ただ選択肢としてやってくるっていうのがもうそれだけ脅威ですよね。そうですね、なんでやっぱりフロもガードを選択しましたから。です、ね、はい、だからもしあの時捕獲行ってればもしかしたら勝ってましたね。あ、マイブルだけ、ビンタですね。カス当たりながら2ヒット、うまい、しっかりユール取ってくる。うまいですね、上りじゃ、うまい、うまいですね、沖がうまい、拾って、さすがにパラシグレイが締めたにはなりません、はい、できません。ただ入れ替えができました。さあ、糸投げ、さあ、ダッシュ系ダイヤシと嫌がらせをずっと続けていく。じわじわと、おっと、前足見てでかい、いやー、
える確定。落ち着いて投げ、落ち着いて空秒から確定ですね。これでまた五分に戻りました。五分に戻りましたね。しかも置き詰めでちゃんと天心選球体が溜まっていたので、はい、ちゃんとチーム置き詰めしなかったですね。ですね、素晴らしい。ちゃんとゲージが先ほどまで溜まってなかったんですが、しっかりちゃんとゲージを見ている。やはり球の生きる道は移動投げですね。もうそれですね、はい、全キャッシュナンバーワンの前を誇る、はい、さあこれで完全五分。歩いてビンタやりました。すごい選択肢、恐ろしいですね。歩けば飛ぶと思ったんでしょうね。ですね、歩いてプレッシャーをかけて飛ばせると。手がない、うまい、逃げジャンプしとけ、うまいですね。入れ替えでもう一回入れ替え、やり直し、移動投げ、中足、おっと殴り合いですね、これは。そうですね、ディクソン惜しかったっすね、今ね、ワンチャン。うわ、うまい、ブロッキングから、ブロッキングから、これピエですね、はい。さあ、カス当たり、やっこう、うまい、おっと、これ、さあ、ちょっと早かったか、うわー、うまい、本当いいですね。今のワンチャン確定すると思って打ったんでしょうか、プロが。そうですね、はい、ピンタの隙にちょっと届かなかった。さあ先ほど空対空光りますね、 TM。 そうなんですよ。なんでビンター、うわーこのね、対空ビンターすごいですね。ビンターなんですよ、普通あんな当たるもんじゃないんですけども、はい。さあピン中盤から、さあ主の選択肢を多めにしますね、はい。あ、また外れました ね。これがまた9の暗い判定の。さあ投げて、さあリーサル、さあ腹部は溜まっている。攻めているのはフローだが、プレッシャーかかっているのもフロー。悪いでは投げて、さあ前ジャンプ最速に逃げていく。電信選球体があるので、はい、それを傘に、ね、エクストロカラカラ言うので、これあっとこれちょっと難しい。ここあっ、さあこれは、あ、削りもあります。大盤削りもあるが、ああ、確定だぜ。かしらがちょっと、まさか、ちょっと遅かったですかね。ちょっと遅いんですけど、ちょっと遠いんで、中継の前を、認識の前が狭いので、ちょっと歩かなければ。歩きがちょっと深かったか。これはかなり苦しい、TM。そのため時間が、ただゲージがなくなってしまいましたね。さあ、ブロって。あ、これ最大入りましたね。入れ替えますね。入れ替えますね。あと EX が出ないが、あそこから入ってしまいますね。はい、入ります。移動投げで割っていく。壊し終わって、スタンリーチ、スタンリーチ、あー投げていく、投げていけない、あーどうですか。さあこれ突進が当たればデッド腹部です。あります。あー生 EX、 さあすがでございます。今の近代版天心選球体も狙ってたんですけども、はい、投げだけには負けると、はい、そうですね、投げは勝ってしまいますので、はい、マイナス2フレームしかないので、はい、基本的には、セーブがキャンセルできてですね、大高騰時の、いけるんですが、 SA 判定よりも投げ判定の方がこのゲーム強いので、最強です。投げが一番上の選択肢でございます。 SA にも勝ちます。はい、さあお見事ですね。よく中段勝ちましたね。すごかったですね。反応がもう一級品ですね。もうですね、集中してますね、ゲーム。さあ、イクソロさん、この立ち台パンをね、結構多めに使うとするんですよね。あ、これ痛いのが入りましたね。あの円台パンですね、円台パンですね、はい、あれがスタンチがすごく高いので、うん、当たるとモリッと減ってしまうので、それを多めにやりたいんですが、その立ち台パンを打たせないような技振りがね、うまいですね。さすがですね、はい。さあ、これとオロザンコンボ決まり、削り殺しと、削り殺しですね。いや、これすごい戦いですね。ですね、一進一退の攻防。はい、ちょっと怪しい。さあ、空対空も制して、うまい、うまいですね。逃げ、逃げますね。そしてライン側はね、結構ね、画面端から脱出しやすいですね、ライン側の。そうですね、歩きも速いですしね。空対空がうますぎますね。速すぎますね。急ジャンプ速度遅い方なんですけども、そうですけど、はい、その遅さで空対空を制していく。さあこれで3回が来たので、スタンチを取っていく。あー素晴らしい、逆、あーっと絡まってしまう。近代パン、これでも知らない。うまい、うまいですね。入れ替えた瞬間に移動投げの隙、はい、中継の隙があったので、移動投げで走ごうとしたのところ、今だったら間に合うと上一発で大撃で確定を取っていた。まあ、やはり地上にいたら腹部の的になってしまうということで、はい、端から逃げる意味も含めてのお見事な切り替えですね。そうですね、逃げる相手でしたね。2本差がつきましたね。つきましたね、ついに。さあ TM どういう選択肢を、さあ変わらず TM は強気にいきますね。変わらず強気ですね。やはりこれが TM。 うわー、すごい、ハイジャンプキャンセル捕獲。いや、見せてくれます。ハイジャンプキャンセルという投げ無敵を作り、
すごいですね、ジャンプ以降の、移行中にキャンセル技をすることによってその必殺技が、投げ無敵付与されて、はい、その前方でしょ、避けて、すごいですね今。いやもうテクニックが集大成ですね、本当にこれは。そうですね、全部使ってます。いいんだ、おっと裏回り球体で強引に持っていく。もうヤンとして行くしかないです、これ行くしかないですね。発進置いてますね、置きも的確。年は強いですからね、あのガラされても隙はございませんけどね、はい、ただブロッキングされるところは効かない技でございます。そうですね、さあガードが硬い、こちらからいかない。あーお見事な、これ止めている、届かない、届かないとかあるんですか。まさかの止めましたね、フローが、狙ったんでしょうか今のは。それ人が回りそうですね、ですね、これから。さすが対応力のフロー、あれ読み合いなんだ、EX ソル恐ろしい読み合いしてますね。すごいっすね、はい、見たことありません。これだけうまい、バックジャンプフロー、うまい、ダイヤシカットして、あ、あるぞ、あー、EX バックステを読みましたね、リバーサルですね、はい、はい、リバーサル EX ソロ。ただゲージ使ってしまったので、これはかなり Q が強気にいけますね。はい、そして結構貯めましたね、はい、チームが移動投げ、あ、一応隠れるんですが、ちょっと遠かったか。ゴロザン、そこでビンタを置くんですね。ビンタがヒット率おかしいです、やばいです ですね、全部飛びに誘ってますから、ね、PSP なんですよね、恐ろしい。確かにそれやりたいんですけど、それやれたら相当Q強いんですけど、そんなやれませんよ、やれませんよ、そんな飛びませんよ普通は、ね、通過されても悪いんですよね。やはりこれ TM 地上戦があってこそと。あー、俺が一応これはちょっと狙いましたね、コードミスりましたね、はい、高さを合わせないと次の北部がつながらないので、ちょっと狙いましたが、はい、ただゲージはあります、はい、詰まっている不気味な TM。 さあ移動投げもあります、うまい、投げていく。さあ 6-7 です、1本差、6-7で風呂が勝ってます。ただこれは本当分かりませんよこれ。あ、ごめんなさい、ハイジャンプキャンセルというのはね、ハイジャンプの空中移行フレーム中に相手の投げを下げて、そこから飛び上がる前に必殺技でキャンセルするテクニックがある。ありがとうございます。これは検証心の、ありがたい、助かります。いやもう全てのテクニックを駆使してますね TM。そうですね、やっとそれで 5.5 だと思います。ですね、やっぱり理論的には 5.5 なんですけども、難易度が違いますね。違いますね、めちゃめちゃ難しいです、球が、はい、これも相当難しいことやってますけどね、はい、ただもうお互い一流ですから、一流中の一流と。バックで攻めて、やっぱフローが基本的にそこを攻めて下がっていく展開、はい、そこでゲージを作りながら、移動投げでゲージを作り、体力をゲージながら残り6割に設定して飛び出すというのは、TM の持ち方ですね、台本ですね、はい、はい、さあ入れ替えて、あ、うまい、前は、あー、緊張しちゃう、まだ骨格入りましたね、心の隙間。これかなりでかいんじゃないですか、腹部残したままラウンド取る、はい、これ開幕3割取ってから腹部発動するのは相当強いですね。ですね、はい、足したいけ、 PA なんかできた人にはもう発生でしょうね。そうですね、試合が終わりかねないと。おっと、これはあ、うまい、大ジャンプしてますね、飛びますね、やはり。あ、ちゃんと、骨格の隙はちゃんと大撃とか入れずに、そうなんですね、地上で確定する技って取ってますね。お見事ですね、うまいですね、本当に。来撃蹴ってしまって隙を消してしまうってことはしないと、しないですね、ちゃんと再現できますね。あ、これはこれはウィルパー、これ届きます、確認してますね、これ。さ、7-7、追いつく、追いつきました、77でございます。77、また振り出しですよ、これ振り出しですよ。あと3本取った方が勝ちと、はい、もう多分そのキャラ差が 5.5 と言われてるんですが、はい、お互いその得意までも持ってってるんでしょうね。持ってきますね、これは。だからじゃないとこんないい数字にならないですから、ね、ならないです。本当に最高峰対最高峰です。すごいです、これ。さあ長期戦15本目となりました。そうですね、空対空、ここら辺は多分勝って上を取った方が勝てるんでしょうね。さあ赤羽狙いに行きますね、フロも3発目狙ったら、リターンがもらえますので、はい、狙いに行きます。リスクは一発だけ。あー、ちょっと腰が届かった。ジャンプ中継、ジャンプ中継で嫌がらせしてゲージを溜めながら、さあ移動投げ早いですね、お互い切り返しが早い TM。 おっと、今のはレッセン顧客を移動だけで前に行きました。入れ替わるという、あんなこと見たことないです。絶妙と言いますか、奇妙な、はい、うまい、お、生腹部、生腹部ですね、生腹部ですね、わざわざ着地で、ね、狙いそうないので、はい、ですね、ええ、そう、これの判断もやはり TM ですね。はい、さあプラン通りの下がりながら下がりながら4割5割削って最後含むと、
今回もそのプランでいくと思います。地味に地味にね、地味に地味に。そうですね、前半での我慢が重要ですね、はい、旧側、はい、さあ溜まる前にヤン側は何とかしたい。パックジャンプ、そして PA が溜まる前にね、何とかしたいですね。それもそうですね、はい、さあ空対空、さあ空対空するまいですよ。あ、移動投げで座ってして入れ替えられてしまう、絶妙な。これでまたやり直し、距離取ってここはゲージ稼いでもっていうところですね。そうですね、 TM、まあ、まだ6割貯めたんで TM としてもまだいいでしょう。上々でしょう、はい、で風呂もね、あの突進コンボが結構減るの、あの増えるのゲージが中和者思い出したね、今ね、ちゃんとやってます。素晴らしい。さあ始まるツイッター風呂、さあ開幕半分減るか、あっとちょっと見せてしまう、あれもかなり難しいので、さあ長期戦ということでやはりこの集中力と体力も試されますね。そうですね、10先気力もね、ガンガン減ってますから、まだの一発勝負ではありません。あ、これはあっと含め見せましたけど、けど逆に良かったか。あっとこれは挑めない、しゃがみガードしてるのマイナス2フレを付与されるので、はい、インタが刺さり、ここは置き攻めをセレクト、勇気の投げ暴れ、あー、それを置き攻め中盤重ねでした。今のは勇気の投げ暴れ、さらに梅、はい、負けてないよという意思を、なめるなと、パナせるもんならパナしてみろよと、中盤梅、2回連続読み勝ちましたね、フロー、はい、さあフローがリード、さあこれで16本目となりました。立ち足、立ちだけも使っていきますね、フロー。そうですね、クルータイクをあの下手に挑むと大体 TM が勝てますので、はい、まあ、マッチが強いですね。なんとか地上から行きたいから前出しとかもね混ぜてノイズも増やしてますね、フロー。結局は上から行けなきゃいけないので、うん、やはり方面を通すためには選択肢を増やすと。そうですね、あたりくんちょっとミスしてます。うまい、これは地上クラスさせましたね、小角に。うまいですね、今これは。そう、持続から前出しバックからうまい。今のあれ繋がるんですか、持続からは。有利に取れる、ね、有利ですね、はい、上がらせて有利だからということだと思いますそれだけ聞いてません、僕もあ、これうまい、クブで割り込み。さあ、PA2 回、3回さあ3回、強引な PA、 いいですね、いいですね、2回と3回結構下がるのでありますね。 ぜひ3回目したい。うまい、今当たったら美味しい。さあ、これでチームはゲージを貯めながら、そうですね、最適な展開を持っていく、はい、で体力だと厳しいので、プロは前方テンション多めになるでしょう。それを読んで歩いて移動投げをしたいチーム、ガンガン打撃を当てて飛んでいる、ね、移動投げホカホク、ここで捕獲、お互いマックス、マックスですね、取り返す。全然減らなくなるでしょう、皆さん、はい、3回だと本当に減らなくなるんで、とんでもない形になります。だからスタンチを、ね、持っていくしか、そういうプランを切り替えなきゃいけないんで。さあ空対空制して、うまい、突進ヒヤッとしましたが、そうですね、さあ前方転進、緊張系からループに持っていくがガードしている。そうですね、あれループ緊張系と、前方停止の2択でございます。さあ確定、おー、これはまた当たらない、強引な PA は最大。さあこれでかなりフローやりやすくなりましたね。そうですね、下大パン、下大パンまでも使っていく、使えるものは全部使うという TM、 空対空フローっている、差し返す、うまい、うまい。さあ、フローとしては腹部がたまる前に何とかしたい、移動投げ、さあ体力もない、フローもめんどくさがって自分のリードがなくなってしまう、ついに逆転されてしまう。さあ体力ほぼほぼでリード、読んでいた、これ繋がってるんですか。はい、繋がってます。 EX、トロバックステイは結構多かったので、はい、それで読んで EX ソールやったんですけど、さすがにさすがに TM ここで取り返して88です。完全五分ですね、これ。そこで読んで、スイジャンのジャンプ中継から EX、しっかり繋いでいく、あれしかないですもんね。あれしかなかったです、SA も溜まってもおりませんので、はい、あれしかない、あれしかないのを通すのが TM、はい、しかもちゃんと形状確認している、いつ見てるんだろう、すごいですね。最高の球ですね、これは、はい、最適解でございました。さあ PA もこれはちょっと風呂がきついか、もう開幕に 2PA ですね、これはもう攻めるしかない。あ、これはでかい、これでかいんですが、ちょっと見せてしまう、うまい。さあこれ1人目も入ってますから、中足から達成系から捕獲がかなり多いので、前ジャンプやってますよね、全部やってますね。読み合いもかなり回ってきてます。そうですね、あー、ここでしっかり確認して使って殺すと、
結構あそこは体力リードがあるので結構甘えるというか次のゲージに持ち越したいっていう人が多いんですけど、空中くらいあんだけやっても全然ビビらずにちゃんと完成しますね。確認精度が衰えていません。全部すごいのは全部ヒットしてるんですよ ね、 そうですね。空中なだけであれももう地上にいたら当たってるんですよ、ね、そうです。それ恐ろしいところですよ本当。そうですね。突進が止められリフトロザン、さあ井上も透かす、あ、遅らせコードが多くなってましたね。出ましたね。これ移動投げと辛くさがあるので。さあこれ先手さあ内野足、はい、技が的確です。フロね、さあここでピンタが入る。さあ前に行く。さあゲージが溜まりました。あとちょっと減らして、あ、ここ使っていく。もう行く。リードここリードですね。体力リードをここで見て、ここで殺すと大爆発。あっと削られてしまう。選球だけ、選球だけ決まります。選球だけで、うわー、持続大一般。さあ TM が先にリーチをかけました。逆転してリーチ。今絶対絶命のこのゲームは削りがございますので、はい、必殺技で削れる。しかも簡単に気軽に触れる技は結構持ってるじゃないですか。イアンが多いですね。 EX オーナー、EX 選球台なり、あります、選球台なり、いろいろあるんですが、雷撃とか先に上りジャンプなんで、しかも沖ですよね、あれ沖で空中で置いてます。やばいですね、あれは。すごいですね、今のリーチ弾力を感じました。恐ろしい球です、これは。あそこのゼロドットから、さあ、ビンタが出して、いや、2回さあ、これ繋がらないのが美味しいですね、これ。そうですね、ちょっと遠いですね。3回さあ、ピア行かずに置き詰めセレクト。刻み捕獲、ここで捕獲ですか。さあ待っている、ね、不気味です。必要ないですから、はい、基本的に格闘ゲーム体力リードした方が行かなくていいと、はい、このままタイムアップでいいですかね、はい、うまい、見てますね、これスーパーリーチです。リーチをかける TM、 誰が予想できたか。しかも腹部も溜まっている、はい、IX 壊しが出なかったですね。さあ TM のしかしプレッシャーがフローを壊しにかかっている。捕獲も置いて、さあ雷撃、雷撃からめくりから移動投げ、早い。さあもうちょっと削りたいですね。うまい、 EX ソロバックスで確定です。 EX ソロこれで差し返し、あっと EX が出ない、遅らせ、おっとヒヤッとしました。カップ中ペア空振って移動投げという、あとちょっといらっしゃいですね。あとちょっと話がリーサルです。県内ありません。はい、しかしソロ完熟、負けないと、これで決まってしまうのか。勝ったのは TM、 絶対勝ち。We await your return, warrior.はい、お疲れ様でした。いや、すげえ試合だった。本当に見てる人も多分めちゃくちゃ面白かったと思いますね。本当に Q とかもあそこまでやれるんですね。いや、コメントめちゃくちゃ盛り上がってます。じゃあですね、コメントをいただきましょう。じゃあ風呂からお願いします。マサトルカごめん、本当ごめん。正直僕今日10対2ぐらいで勝つ気で来たんですよってぐらいやってきたんですけど、やっぱ TM さん強いな。なんか10年ぶりぐらいにこうやってまとめた数をやったかな。前回どんな感じだったかちょっと覚えてないけど、その時もいい勝負だったんですけど、いやー、めちゃくちゃ競って最後僕のがちょっと対応しきれなくて死んじゃいましたね。まあ面白かったけど悔しいな、結構やってきたから。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。 TM です、応援してくださった皆さん本当にありがとうございます。そして本当に調整とか無理って付き合ってもらったロボットの皆さんとか、もう本当に感謝しかないです。もうヤンセン怖くて怖くて、スタンして死ぬか 6割溶かして殺すかみたいな感じで本当気が抜けなかったんですけど、もう Q の嫌なところ大体もう序盤でやってきてて、とにかく捕獲もっと見せたかったんですけど、もう全部埋められてたし、もうそれで結構絵面的にはね、まあ、バンバン画面端で浮かされ続ける絵だったんですけど、まあ、このキャラって PA っていうパーソナルアクションですげえ防御力上がるキャラなんですけど、
あれ3回もうどんだけ食らっても先にやるっていうのが自分の中のまあ鉄則で、あれ2回とか1回とかで終わったらもっと20秒ぐらい30秒ぐらいもう秒殺されるぐらいもう柔らかいんで、まあ、そこでとにかく硬くなったからあのまあ読み負けとかあったっすけど、腹部でまくるっていうような形の、まあ、旧のゲームメイクできたかなと思います。まあ、フロちゃんとやるの結構久しぶりだったんで、あとまあ10本20本やったらもう勝負これ、まあ、勝ちか負けねどうなるか分かんないんですけど、もう本当にすごい久しぶりになって盛り上がって楽しかったです。まあ、本当に皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。 ありがとうございました。いやめちゃくちゃ盛り上がりましたね。コメントもすごかったですね。はい、まあ Q はやれるんですね、あそこまで。本当にびっくりしました。はい、あ本当にコメントすごいですね。盛り上がりまくってますね。はい、あビッツもサバスクもありがとうございます。はい、それではですね、一旦、休憩して次の準備になりますので少しだけお待ちください。